はいえー、国原チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんばんは。国を晴らす男、国原です。えーまあね、今日、えーとまあ、いろいろ、えー、畑をこの間ですね、あの友人の畑を行って、まあ、土のあり方とかですね、まあ、いろんなことを、まあ、学んだり、まあ、あの楽しく、ね、時間を過ごせてよかったかなと昨日は思いました。でえーとですねまあ、それと同時にあの真実は少数派にありさん。 ユーチューバーの方ですね、えー。私の動画を引用していただいたっていうことで、なんかあの、チャンネル登録も増えているのに気づいて、あすごいありがたいお話やなと思いました、えー。私自身ですね、あの、うんまあ、法律の動画をね、特におっしゃられてたんですけど、 まあ本当に本質から考えるっていう、えー、その方が大事にしているのを同じように大事にしていてですね、まあ、今回の、まあ、コロナとかワクチンのこともそうだし、まあ、全てこうねいかにこう自分を生きるか自分を幸せにするかといった時に世界をどう見るかっていうのが大事になってくるでそこでまあ本質をつかむっていうのが大事、まあ、そもそもを考えると、まあ、こういうところを大事にしておりましてうん。 なんでまあ、その真実は少数派にありさんもおっしゃってましたけど割と私も実は藤原直哉さんとか、えー、まど、あ、もアゼラアイさんとか、えー、結構見てましてねであの哲学的なこととかまああのポジションにね偏りすぎちゃってるなってちょっと思う時とかも、まあ、若干あるんですけど、まあ、でもあのすごい参考にさせていただいてる、えー、チャンネルが、まあ、似たようなものだったので。 まあ非常に共感いたしました、まあありがあの。取り上げていただいてありがとうございました。何かあよかったらまた、えー、対話とかね、そういうのもできたら面白いのかなっなてちょっと思いました。よかったらあれですけどね、はいで。今日はどういう話をするかっていうと、えー、<laughs> すごいあれなんです。悪魔とは何か っていう話をしたいと思いますで政治に関わる悪魔を知らずに政治に関わるとやばいというタイトルでですね話してみたいと思いますで皆さんまずですね政治っていうのはこれは えー、よりよくまあ、この人間社会を収めることっていうことですね絶対的な正解があるわけでもないんですけれどもまあ、その上でじゃあ何を収めるのかって言った時にですねまあ、あのー、人を収めるわけですね、うん、ということは必ずですね人の性,性質を知ることっていうのが必ず必要になってくるっていうことになってきますまた知るだけじゃなくてですねあのー、まあ その影響を及ぼせるような人間性っていうのがまあ必要になってくるよっていうことではあるんですがまああのその上でですね人の性質の一つとして悪魔とは何かという話をしてみたいと思いますで皆さん悪魔とは何かっていうふうに聞かれた時にですねそういうことを考えたことございますでしょうかねえー、私はこれはまあ皆さん ね、そんなの知ってるよっていう方が多いかもしれないけど36歳ぐらいの時かな、えー、パッと来ましたねこれは、えー、当時ですね、まあ、企業支援をやっていた時に気づいたんですね、えー、とても純粋な人がなぜかすごいこう、まあ、社会一般とかあるいは 道徳的な部分から外れたことをやってしまうと、えー、いうことがあった時にですねあこういうことかというのが分かりました、うんえー、悪魔とは何か、えー、という話はまああのちょっと目線前に言うとですね例えばねまあ普通の日本人のとかあるいは普通に生きてたら例えば悪魔ってまあ えー、結構キリスト教的な観念ではあると思うんですけど概念だと思うんですけど、えー、と結局、あのーね、私の世代なんかだとビックリマンなんかがあってですね、うん、で、あのー、天使と悪魔がいるとで天使チーム悪魔チームお守りチームみたいな <laughs>、まあ、そんなのがあってですねで悪魔ってのはなんか嫌な顔してるしなんかすごい。 何、うん、て言うのかな嫌なやつらだと、うんえー。こんなやつらは絶滅してしまえばいいみたいなね善悪逃げんのというか、うん、そういうふうに描かれてるわけですよね。うん、でそうなった時に何を思うかっていうと、うん、さっきみたいにこう、まあ、悪魔っていなくなってほしいと、うん、いうふうに思うわけですね。退治されるべきだと。うん まあそれはそれで、えー、私は割合というもので考えているんですけども、えー、そして、えー、とそういうビックリマン的なものというかそういういわ,いわゆるステレオタイプの天使悪魔みたいな話で言うとその別のものだと扱っているわけですよね天使は天使悪魔悪魔で、ね、このことについてちょっとお話ししたいと思いますで悪魔っていうのは何かっていうとですねまあ こういうふうになっているかなと思います。えー、一言で言うとですね、まあ私の解釈では愛の実感の欠如による乾きがもたらす、えー、エゴということなんですよね。うん。まあ、これなかなかですね、まあ、心理学とか哲学やっていくとまあ、えー、やってる方はね結構こういうふうに考えている方多いかと思うんですが、なかなかそういうことを日本の教育はやらないので。 えこういうことを気づいている方は意外と少ないっていう印象を受けています。でじゃあ,まあ悪魔とはそういうものだっていうんですけど、まあ、まずです、ねえー、と簡単に言うとこの渇きなんですね。乾きなんですね。自分は満たされてないと。ねまあ、そういう心のありようがあった時にエゴが起こるわけです。あんなやつこの野郎とかね。あんなやり許せないとかね。えーなんでこの でそのエゴに基づく行動っていうのは本当にずれていっちゃうわけなんですよ。まあ前ね、ちょっと連合石油の話とか法律の動画でもやりましたけど。で逆にここが満たされていてのエゴっていうのはあるんですよ。でこれをいわゆるまあ善とかあバランスのとれた正義とかっていうふうに言います。うん。でもこれって結構見た目ではこの質なんですよ。必要、まあこだわりっていうことですよね。 これはすごいですね。表向きにはあの同じように見えちゃうんですよ。だからあの、そこを見分けることができていない人は、まあ、あ結論としては、喧嘩良性敗的な結論に行きがちなんですね。要は、対立が起こっていること自体が悪いって考えちゃうんですね。うん、で、えー、っと、まずですね、 でこの乾きがじゃあどっから来るのかっていうとまあこれは私は、まあ、特定の誰かとかじゃなくて一般論で自信、えー、のなさだというふうに気づきましたこれは自分の経験の中で、うん、でえっ、ー、と自分がそうなっている時にどうなっているかっていうと自信、まあのなさとか、まあ、直接この他人軸が来ることもあるんですけど要はですねえっ、ー、とまあちょっと最初からいくと この世界にそのままでいていいよ。ね、何をしなくても、それで自分は自分なんだというですね実感が持てている方、自己肯定感、自尊心、ね。え、自尊、自尊心の自尊心です。でそれがある方っていうのは、うんと、この他人軸に振り回されないです。別に 車があのえベンツじゃなくていいわけです。<laughs> 僕なんかはもう高知に来て買ったパッソですからね、中古で買った13万円のパッソに乗ってます。まあまあ、<laughs> それは買い替えていこうと思ってますけどね。でも、全然それでどうこう思わないわけですよ。うん、でも、ここで自分はそれなりのステータスを持っていないと、自分は認められないっていうふうに思っている方は、そういう。 他人軸の価値基準に振り回されちゃうんですよで、そうなると自信のなさがあるわけですね。で絶えず心が乾いている、絶えずとは言わないでいる、乾いている部分がある。と、えー、いうふうになった時きに、まあ、エゴにつながって、えー、すごい一般社会とか道徳規範とかから離れた行動してしまうことがあるよということなんですね。でこれを悪魔と言っているわけですね。だから よく、まあ、あのキリスト教世界ではね悪魔を退けとかって言いますけどあれはあの何か外的な物質の話じゃなくて心の中の内面の話なんですよね。心の自分の弱さっていうものをどうやって対峙していくかっていうことをお、まあ、やったのが、まあ、そういうキリスト教社会とか、まあ、ダークサイドとかねあのスター・ウォーズとか見れば分かるじゃないですか。闇落ちですよね要うん そういうういこことが、まあ、向こうは、ね、宗教教を通じて教えてえるわけですよで日本はそういう宗教教育もないので宗教規範も残ってないので、まあ、そこを、ね、もう全然理解してない人ばっかりなんですね。まあ、ばっかりとは言わないけどかなり少ないわけですね。でそうなるとおさっき言ったような同じように見えちゃうということなんです。あるいはこの愛の実感のところを大切にする子育てとかっていうのがあんまり広まるわけです むしろこっちの他人軸とかを重視して教育になっちゃうんです。そうすると自信のない子どもたちが大量生産されるっていうことになるんです。でも私はそれが問題だって言ってるから、こうやってフリースクール作りをやってるんです。で、えーまあ、これが本質です。 で、えー、残念ながらですね、今までのというか、まあ日本人はそういうことを考える人がすごい少ないので、政治家っていうリーダー、社会のリーダーである人たちが、えー、古い政治って今ここでは言いますけど、この渇きからのエゴにですね働きかけちゃうんですよ。で、それで渇きからのエゴが正当化されて、社会として正当化されて、えー、要は、えー、人に、えー 変な意味で依存するとかですね、えーまあ、寄りかかるという方が、あまあ、要は悪魔的な心の弱さっていうのを社会全体で助長していった結果が今の日本の現状やというふうに思っています。 じゃあその悪魔の話悪魔を退治するっていう話があったと思うんですけど結局ですねそのビッグリマン的なその外的に天使がいて悪魔がいてで悪魔がいなくなればいいんだなって考えてないわけですよゃあなんでかっていうとこれどんなにこういうことを働きかけてもこういうことを発言したりそういう背中を見せても、えっと、絶対なくならないですだから人間っていうのはあの 絶対そういう人もいるし、またどんな人であってもその弱さを抱えて生きているということなんですよ。だからそのどんな人でもその弱さを抱えている中のその弱さを、えー、まあできるだけですね、強さに変えていったり、あるいは変な風に刺激しないというあり方が問われてくるということです。 でまあ、だから、善悪二元論からの脱構築って、まあ脱、脱、脱が消えてる、うん、脱構築 <laughs> ですね、うん。最近、まああの <laughs> ま,あまたちょっと読んだらあ、レポートしようと思うけど、現代思想入門って、なんか、すごい売れてるらしいんで、ちょっと読んでみましたけど、まあ、そういう話が、脱構築の話が書いてありましたので、まあ、要は、その二元論から離れようねいうことですよね。うん グレーなところにリアルがあるというのは、まさにこの千葉さんから言っているのはこの,子の話にも当てはまるのかなというふうに思います。うん、なんでそので、まあ、伝えたかったのは、えー、政治っていうのを考えるときには、人の性質を知り、また見せる必要があるよということですねで。その時の悪魔っていうものをしっかり認識しておこうということですね。 でその悪魔的なの心の弱さとか渇きっていうものに対して一様になんかこう二元論的に考えるんじゃなくてみんな人それぞれが持っているものであってというねその寛容性というか、えー、脱構築ですね二元論から脱構築を、えー、しっかりやっていこうと、えー、いうことが、まあ、私の今なりの、えー、結論という感じになります。 でえーまあ、そういうところを、ねあのーまあ、自分も、ねえー、考えてきたわけでありますでまあ陽明学でいうところのお、えー、治療合一っていうところも、まあ、意識しながらあ、まあ、本質を考えながらあその社会を良くしていくというところで、まあ、自分が何ができるだろうかと。 いうのを具体的にこう日本そして世界というところのこの現実のフィールドで、えー、まあ実験をしているよと、えー、自分を満たしながらねというところでしょうかね。うん、まあ今日はそんな話をしてみました、うんでえーっと。できれば政治っていうのがその人のまあその 強さにですね、えー、フォーカスを当ててで、そういう部分が広がっていくことを祈っております。はい。えー、ということでね、えーまあ、今日はこんなあ話をちょっとしてみました。えー、何かね参考になればと思います、えー。冒頭に述べました、真実は少数派にありさん、えー、YouTube でね、えー、引用していただいてありがとうございました。えー、っと、 いうことで、はい、今日はあ皆さんも素敵な一日をお過ごしください、えー。それではまたお目にかかりましょう。国を晴らうと国原でした。さようなら。